はいどうも、チャンネル隊長の隊長です。ゆめです。はい、奥さん、今日は何ですか？今日は私から隊長にお願いがあります。お、何ですか？今からお使いに行ってきてください。お使いですか？あの、ガンプラ？いや、ガンプラじゃないよ。ガンプラじゃない？ガンプラじゃないタイプのお使い。ガンプラじゃないタイプのお使いです。おー、珍しいですね。今から私が隊長に買ってきてほしいものを順番に言っていきます。はい。で、それを正しく買ってきてほしいんですけど、はい、一切メモの使用を禁止します。え、マジで？紙のメモももちろん、スマホのメモ、手にメモ、全部ダメです。記録に残すことはもうダメなんですよ。そうです。もう自分 の、うん、あの記憶力だけを頼りに、はい、私が言ったものを正しく買ってきてください。ああ、なるほどね、はい、ああ、まあまあまあ、自分もこう見えてもうすぐ30なんで余裕っしょ。それ関係ある。年齢と記憶力関係ある、はい。なんなら年とともに記憶力は衰えていくけど、まあそうだね。いやでも いけんじゃない？全然大丈夫だと思いますけどね。いける？うん、1回しか言わないからね。うん、全然余裕だと思うけどね。え、なんでそんな自信あるの？え、だって、え、言うっしょ。いや言われたもん買ってくるだけでしょ。そんな余裕でしょ。ちょっと1個言わせてほしい。あ、今日はもう夏休みだ、余裕だ。1個言わせてほしいんだけど、 LINE で言われたもの買ってこれない男が何言ってんの？ええ？いや、この人さ、私があの買い物あのお使いリスト LINE で送った時に、はい、餃子の皮って書いたのに春巻きの皮買ってきたんだよ。メモしても買ってこれない男がなんでこんな自信満々なのか分かんないんだけど。あったね。しかも私餃子は最初さ漢字で打ったんだけど、あ、分かりにくいかな、シューマイってちょっと似てるし、うん、間違えちゃうかなって餃子ってカタカナで書き直して送ったんだよ。それで春巻きの皮買ってきた男だからね。やりましたね。本当にいける今日？あ、やばい、心配になってきた。大丈夫？やばい、心配になってきちゃった。そんなこともあったな。あ、やばい、急に自信なくなってきた。はい、そんな隊長が正しく私の言ったものを買ってこれるのか、今日は検証してみたいと思います。隊長の記憶力を測るテストです。うわ、これやばいわ俺。はい、それじゃあ早速ね、お買い物リストをね読み上げていきたいと思います。1回しか言わないので。うわ、待って、マジか。マジでもう私が言い終わったらすぐ GO してくださいね、うん、はい、わかりました、わかりました、はい、はい、じゃあ上から順番いきます。まず1つ目、紅茶。紅茶、かっこ、はい、トワイニングのレディーグレイ、私がいつも飲んでるやつです。あ、いつも飲んでる紅茶。いつも飲んでるやつ分かるよね。分かった分かった、はい、はい、で、ミルクキャンディ、ミルクマンド、食パン、 S 字フック、チーズ、食器洗剤の詰め替え用、梨のチューハイ。じゃあ行ってきてください。ちょっと待って待って待って、え、8個あんの？行ってきてください。いや、ちょっと待って、確認させて、はい、いや、もうダメです。はい、行ってらっしゃーい。はい、え、待って待って待って、そう、マジか。じゃあ行ってきますわ。え、ちょっと もうすでに忘れた俺。ちょっと何だっけ、何だっけ、やばいやばい、え、やばい、ちょっと待って、もうダメだ、もうダメだ、はいはいはい。今私はドンキホーテに向かっております。まあね、基本世の中にあるもの大体ドンキ行きゃ買えるんすよ、うん、まあなんでとりあえず今日ね、お使い頼まれたものドンキ行ってはね買えるかなと思って今ドンキに向かっております。あの撮影からはね、もう今1時間ぐらい経ってるんですけど、僕まだ覚えてます。全然悪いけどね、多分あの嫁の期待を反して全てパーフェクトで揃えれる自信ありますよ私今。ちょっとまず確認させてもらうよ。ミルクキャンディ、いつもの紅茶、 S 字フック、餃子の、餃子の皮、餃子の皮、あれ餃子の皮、いや餃子の皮じゃん。え、いやほら、今まださ高速乗っとったからさ、うん、思いつかんかっただけでさ、ほら今落ち着いてるから、うん、落ち着いた今だったら全然あの言える言える、全然言える。まず紅茶でしょ、いつものミルクキャンディでしょ、 S 字フックでしょ、 S 字フックだ、うん、そんなもんだよ。待って、マジで思い出せん。え、やばいぞこれ、どうしようもなく覚えてないぞ。え、あとなんだっけ、メビウス、え。ドンキ行きゃ思い出すだろ、さすがに見りゃ思い出すんだよ、さすがに。そう信じたい。まださほら、ギリ20代だぜ俺、ギリ20代一般男性だぞ。もうあと2週間か、もう2週間ちょいや、もう2週間ないわ、1週間ちょっとでも
え、やば、よう考えたらさ、え、残り2週間で俺もあれなん、さよなら20代30代突入、うわーやべえわこれ、買い物見捨てる場合じゃねえぞこれ。いや、何が何でもちょっとこれは成功させたい。いやいや、これは何が何でも成功させたいよ。やべえ、吐きそううわやべえ、なんか急に胃が気持ち悪くなってきたこれ。うんやばやばい、多分これね、俺動画じゃ言えんぐらい今多分闇を抱えてる。マジで年齢のこと考えた、吐き気がしてきた。はい、というわけでドン・キホーテ来ました。まあさすがにね、ドンキで商品見たら思い出せると思うんでね、皆さんそんな不安にならないでください。体調ですよ、大丈夫ですよ。余裕っしょ、余裕余裕、全然余裕だから。ダメだ、マジで紅茶と飴と S 字フックしか覚えてない。悔しいんですけど半分しか思い出せませんでした。いやでもね、このまんまじゃさすがにちょっとね、30歳迎えるのはちょっと僕の精神が持たないので、ちょっとここはもう泣きのお願いをちょっと嫁にしようと思います。ヒントもらいます。はい、ちょっともう嫁にヒントもらう。もうもしもし、もしもし、すいません、今私ドン・キホーテに来ておりまして、はい、半分しかもう覚えてないんです。すいません、ヒントください。ヒントお願いします。ちなみに今僕が今覚えて買えたものは、はい、紅茶、 S 字フック、飴、梨のチューハイあれ、ヒントね、はい、1個だけヒントね、1個だけヒント、いやちょっと全体的なヒントが欲しい。いや、1個だけヒントね。マジで、あ、でも1個ヒントもらって1つ思い出したらなんか年ちゃんで思い出せるかもしれないからね。いくよ。はい、朝ごはん。朝ごはん、じゃあね。ちょっと待って待って待って、ストップ。はぁ、全然思い出せどうも、買ってきましたよ、もう。はい、いや、はい、あの、本当に記憶力ないわ。でも一応、まあ思い出せる範囲でこれやろうな、これだったっけっていうやつは買ってきたんで、はい、はい、じゃあ一つずつ見ていってもらいましょう。はい、お願いします、はい、行きます。紅茶。お、正解、それです。はい、これですよね。これです。これいつも嫁飲んでる。あ、よく見てるわ、やっぱりちゃんと。ね、はい、どうぞ。もう私これがないと死んじゃうから。ね、大量にあるからこれ。これがないと死んじゃう。もうないよ。もうないの？もうない。あ、本当。100パックあったやつ飲んじゃったから。やばいね。はい、よかったです、はい。ありがとうございます。はい、ミルクキャンディー。お、正解です。ね、これですよね。これですね。はい。はい。食べてください。ありがとうございます。いいよよ。はい。S 字フック。おお、合ってる合ってる。ね、S 字フック。はい。ありがとう。はい、梨のチューハイ。おお。頼みましたね、はい、はい、ここから先は、はい、自信ないゾーンです。あ、マジですか、マジですか、自信ないゾーンです、はい、でもこれは合ってるだろう。はい、チーズ。正解。あ、よかったよかった。ちょっと正直ね、自信なかった。正解です。よっしゃ、すごいね。よっしゃ、私の好きなやつやったぜ、ね、おやつに食べるチーズ。はい、こっからガチで自信ないです。お、ガチで自信ない。やってっかな。朝ごはんですよね。朝ごはんって言ったね、ヒントね。朝ごはんって言った。もう特別ヒントだったよ、あれ。そうだね。まあ、朝と言ったらやっぱご飯派パン派と分かれるじゃないですか。パンを私は買ってきました。えらい。合ってる？えらい。食パン。合ってた？合ってる。こっちでよかったんだ。お米の方も買ってきちゃった。どっちも？サーモンの寿司。マイナス1ポイント。うわあ。総裁です、これで。嘘。あれ、なんか一昨日ぐらいなんか寿司食べたいとかでなんか話してたんですよ。言ってたけど、うん、うわー、ごっちゃになっちゃった今日は寿司とパンでいただこうと思いますね。はい、はい、しまったな。朝から寿司は怖いよ。だよね、冷静に考えたらこんなここ食べないよね。ごめん、僕の基準で考えてしまいましたけども。1300円もしやがった。はい、今日はもう晩ご飯これだ。パーティーじゃないか。パーティーだね。はい、じゃあラストね。ラスト何品だった？8品。
8だ、8だよ、8品あってる。生ハム頼んでません。あーやばだよね、やっぱそうだよね。頼まれた記憶がないけどなんかレジ通してた。これ食べたくて買ったやろ。いやなんかチーズは思い出したのよ、うん、でチーズといったらなんだろうな、あ、生ハムだよねと思ってあとこれも買ってきた、カマンベールチーズじゃん不正解です。あーなんだった、これで完全に優勝するやつじゃん、じゃん優勝セットだよ、優勝セットじゃんこれ。うわマジか。違いますよ、優勝セットじゃありませんよ。なんだっけ。私があと頼んだのは、はい、ルマンドと食器洗剤の詰め替え。あーそうだ、思い出した今。それは言ったもん今完全に記憶欠落しとった。残念でした。やーば、はい、体調はメモなしで、でも半分以上買ってこれてるよね。そうっすね、うん、まあ食パンはヒントだったし、いらんもんも買ってきてるけど、まあ寿司とか、寿司とか1300円もする寿司とか、すいませんすいません、食べてください。 で、はい、この中で一番高級やろあれ。そうっすね、うん、一番高かったっす寿司、うん、高かった寿司いただきます。はい、はい、というわけでこれはまた記憶力を鍛えてリベンジしていただきますので。そうですね、はい、それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と評価ボタンもお願いします。お願いします。それでは皆さん、ご安全に。ご安全に。バーイ。